で、その部分でちょっと質問いいですか、うんうん、まあ、科学的には証明されてはおりませんが、うん、まあ、古事記日本書紀によりますと、まあ、神武天皇が即位したのが今から2684年くらいになりますね、うんうん、まあ、紀元前660年とされています、うんうん、でそうしますと、まあ、日本に仏教が伝来したのが、まあ、聖徳太子の時代ですから、もうちょっと前ですね。仏教公伝が500年代の 中間。これ金明天皇の時です。あ、そうですか。うん、しました。まあ、しからばなんですかね。うん、まあ、我々はもう凡夫俗上ですので、うんうん、なぜその仏が先にですね、うんうん、まあ、出現して、うん、それから、まあ、豊田さんのおっしゃる論理が正しければ、うん、天皇家が生まれなかったのかなと。あ、はい。それは別に、なことはないんだよね。結局その人類というものがこう存在し、そしてそこで部族間闘争があり、だんだんこう、まあ、のし上がっていって統治して統治して、まあ、一国が形成されると。でこれはまあ世界中どこでも行われていることで、で仏様が出現が早かろうが遅かろうが、そのまあ、類人猿から人間というその、うん、生物種がそういう本能的に、本念的にそういう活動をしていく。これは別に、うん、なんだろうな、早いも遅いもないわけですよ。問題は、そこに苦しみを感じてるでしょっていうところなんだよね。その、生老病死という苦しみをみんな中抱えたまんま、一生を人界という生命、その宇宙崩壊なり、まあ、生老病死を本当に解決できる命と修行ができる立場なのに、一生ほとんど畜生と同じような生活をしている。そこへ悟った人が現れてきて法を説いて、いろいろその間違っ、もし変なことに執着していれば間違った考え方を正していったということだから、別に全然こう違和感はないんだけどね、俺としては。まあ、我々凡夫から見るとですね、うん、やはりこのなかなかその仏教というものが、まあ、信奉できない一つの要因としては、うん、やはりこの、まあ、時系列も先ほど言った時系列もありますし、うん、もっとこの本当に何て言うんでしょう、神がかり的なものが現世にドンとあれば、うん、全ての生物というか人間界が救われるんじゃないかなと思うんだけど、うん、なかなかそれっていうのがやはりどの時代もそうですけれども、うんうん、で豊田さんがおっしゃる文章ですかね、うんうん、が一番大事なの、うん、まあ、現象というのはその次の次の次なんだよね、はい、うん、文章ですと、うん、まあ、私も、まあ、出家もしてませんし、うんうん、それから七千眼の経文を読むなんてことも、うんうん、これは不可能なんですね、うんうん、でそうすると、まあ、相対的な、うん、比べることができない、うんうん、つまり豊田さんとお会いしたら、うん、この日蓮宗宗の、まあ、うん、法華経というのが正しいのかと思うんですが、一蓮宗宗の教えをお聞きさせていただく、まあ、おとといですと歎異抄の教えを聞くというぐらいしか、まあ、選択肢がない中で、紋章を、まあ、何て言うんでしょう、精査していくというのはちょっと不可能なんですね。でそうすると、まあ、現象論に、まあ、おそらく凡夫が、まあ、走ってしまう。で私はそこをあんまり感じていないので、今まで、うん、まあ、まあ、無宗教に近いと思うんですね、信徒って宗教とあんまり持っていませんので、うんうん、なかなかそこが、うん、まあ、仏様がもう少しね、うんうん、この人類に、うん、なんて言うんでしょう、温和な教えをしていただいて、七千眼の経を説くんではなくて、うん、本当に真理だけをポンと説いていただければ、うんうん、いろいろ宗派がやっぱり仏教もあるっていうのは、うん、ここは私はちょっと言い方悪いかもしれませんけど、うん、釈迦仏の責任だと思っていまして、うんうん、いろんな方は不幸にしてるわけじゃないですか、うんうん、でここは仏様であるのに、うん、なぜこういうことが起こっているんだろうとか、すごくこう、うん、ジレンマとしてあります。やっぱりこう思考がやっぱり 神なんですよ、はい、その絶対者が何かいてね、はい、でその絶対統治をしてくださる。で凡夫ってものはもうただただ何も考えずにその垂れたその道をこのただただ従っていけばいい。そこがやっぱり根本的な思想の違いなんですね。要は修行宗教なんですよね。トレーニングをする。何かが足りない、何か不足をある、あるいは悟れないは、トレーニングをして自らがそれを悟る力をつけましょうよって教えたのが仏で、その迷える凡夫たちに
バシーンと、はい、次の道はこれって言って、ただただすがって、その、うん、そこにただただ帰依さえしてれば、もう安穏な生活に行くっていう、そういう宗教じゃないってことね。だから、例えば今の、まあ、ちょっと文献の問題はまあちょっと後として、はい、まあ、普通に生命体が出現して、で、まあ、普通に科学は取り入れてますから、進化論があって、まあ、とにかく、まあ、進化というのはどう言葉はどうかと思うんだけどね、要はその適応、環境適応してきたと。で、こう変化してきたんです。で、まあ、ある知性を持って、で、国家というものに今どんどん作っていってと、部族間のね。で、そういう中に、逆に言うと、そこに時を感じるって、仏っていうのは。そうすると、動物やり、その、人界の中でも、初期段階の時は、悩まないわけですよ、生老病死に、はい。なんで自分は生きてるんだろう。生きるっていうのはなんでこんなに苦しいんだろう。で、どうして死ぬんだろう。死ぬためになんで生まれなきゃいけなかったんだろう。で、死んだ先はどこに行くんだろう。これが、この悩みが募った時に時を感じる、気を感じて仏が出現するっていう、こういう意味合いだね、一つはね。だから、神武天皇が先であろうが仏が先であろうが、それは神武天皇は神じゃないので、仏法から見ると、凡夫として、まあ、もっと冷徹な目で言えば、要は民族を統治した、覇者ですよ。うん。初期のね、民族を統一した、まあ、ブロックも使ったでしょう、うん。処刑もしたでしょう。っていう捉え方だから。でも、それでも、神武天皇なり、まあ、天皇家も含め、民族は、その、誰一人、地位、名誉、財産関係なく、この生老病死の問題は、誰一人解決できてないよね。だから、その前の人はかわいそうとは言うんだけども、やっぱりそこに時を感じ、仏が出現する。まあ、インドのところでね、まずは。でも、ただ、仏教の見方の中にはね、もう一つはその、例えば仏が出現しない前に出てきた聖人君子っていうのはどういう人たちなんだっていう、これやっぱり仏教の一文を体現した人って言ってますよね。因縁によって、釈尊って人が現れる前にも、それなりの悟りを持って出てきてる人と、徳を持った人。だから、二条会という演楽会なんかはね、要は仏教は全くない世界に生まれてきてんだけども、その比丘落葉、うん、花が散る葉っぱが散るっていうのを見て忽然と悟る、ある一文を、それは全く無仏の時に出るわけだから、なのでそういう見方で見ると、仏が出現する前にも人類には悩みがあったけども、それなりの統治、それなりの、その、名君が現れれば、民衆はそれなりの幸福感は得られておったと。だけども、もうそれじゃもう手つかずになってくると。手つかずというか、もう手に負えなくなってくる。人も増えてくるし。っていう、その、そこはもう仏様が、インドの、紀元前500年ぐらいに何で出現したかは、まあ仏様にしかわからない時、木なんだね。木を感じる。で、その消防が全部、消防が耐え、まあ、増防が、乱熟し、で、結局耐えと。で、やっぱこの時に木と時を感じられて、うん、本物が今度現れるっていう、いうこと。で、じゃあ、なんで釈尊はそうやってその人が混乱するような、その余計ないっぱいなことを説いたのかと。これは、まあ、一つの例え話では、例えというか、大聖人様が言うのは、人道を作ると。つまり、まあ、商人が道を切り開いたとする。その、幸せになる道は、この道を商人が開拓したぞと。だから、ここを、その、だからといって自分で来いよってことなんだよね。自分で修行して歩いて来いよと。でも、その歩いてる人が、道を誤ったとしたら、道を作る人の罪となるべきやっていう、ここの問題じゃないですかね。その道を、まあ、我々その豊田さんはもう本当に日蓮召集の信奉されて、うんうん、で我々はやっぱりそこ迷うところが、うん、どれが正しいのかっていう判断ができないんですね。それがやっぱりその先達の言うことを素直に聞くかどうかなんですよ。で、前の人が例えばエベレストならエベレストってルート開拓するじゃないですか。
そうするとやっぱり 100m 先にいろいろこうクレバスがあるぞと、ここは気をつけろって言って、でどん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 先に登っていった人たちのもう素直に聞くしかないんだよね。それで自分がさ全く素人で登山技術もないのに、いやいや俺は一人で初めからね自分の力だけで登ったるぜって言ったら無理なのよ。それはそうじゃなくてですね、例えば私素人なので、うん、登り方が全くわからなくて装備もわからない、うんうん、で豊田さんはある装備がこれなんです、ね、うん、明確に教えている、うん、ところが他の宗派の方は全然違うことをおっしゃるんですね、うん、そうですね。でそうすると豊田さんがおっしゃることと他の宗派がおっしゃる方のこの聖者が、うんうん、これを迷うんです、ね、これはある一定の知性があれば、うんと突き詰めていけば絶対分かるんですよ。高校生ぐらいの知恵があればね。私は6年前豊田さんにお会いして、うん、本当にグラッと来て、うん、でこの6年間、まあ、画研でね、うん、いろいろ、まあ、研鑽した中で、うん、さらにちょっと迷ってしまったわけですね、うんうん、ただ何度もいろんな方にお会いしましたけど、豊田さんはほど明確に答えられる方はお見えにならないんです、うんうん、多問でも、はい、多問多問で、多問って、はい、召集系じゃなくて、そうですね、召集系じゃなくても、天理教の方でもそうですし、まあ、禅宗の方とか、真言宗の方も明確には答えられないですね。だから聞けばいいと思うんですよね。歎異抄なら歎異抄で、結局は浄土真宗なわけだから、はい、浄土真宗のまず影響は何ですかと、うん、そうするとまあ影響って言われれば、まあ、親鸞聖人の書いたものになっちゃってるからね。親鸞聖人が本当に、お釈迦様の言う通りのことを言ってるのかどうかっていう問題になってくるわけですよ。僕らからすると、読んじゃいないけど、全部。相当崖で言ってるんだよね。私はこう思う。法華経を捨てようって言ってますよね。そうなんです。そんなこと法華経に書いてないわけですよ。うん、もしこの経をね、誹謗して、なんだ、希望したら一切世間仏性断絶。ないし、その人を明示して、阿鼻国にいらんって。むちゃくちゃ恐ろしいことをやっちゃってるわけじゃないですか。で、親鸞聖人を信じるんだったら法華経が間違ってるし、法華経がもし正しいと信を置くんだったら親鸞聖人はやっぱり間違ってるわけですよ。 それをどん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 こう単純に聞いていくことが必要だと思うんですね。で、それは、まあ、僕らで言うと結局法論をするってことなんです。まあ、釈服をする、あるいは法論をする。法論だって喧嘩するんじゃなくて、うん、今言ったような、いやちょっと根拠し見せてくださいって言って、なんで親鸞聖人はどうしてその法華経を捨てようと言えるんでしょうかと。たら法然上人がそう言ったからだと。法然上人はじゃあ一体何を根拠にしてるんですかというと、ここに本当は根拠ないんですよね。法然上人が初めて一番激烈なことを言ったんです。中国の鈍蘭道釈禅道という人はそこまでは言ってないんですよ。浄土門、まあ浄土門がいいよ、うん、でもまあ正道門は大変だよね。法華経ね。経は大変だよね。捨てようとは言ってないんですよね。で、浄土門の方が早くできるんじゃない。ほぼ成仏した方がいないようなことが書かれてますよね。あ、そういうことなんです。まあ、まあ、そう言われちゃうとね。でも捨てようとは言ってないんだよね。だから、やれる人はやったらいいんじゃないのっていうくらいの、その険しいね、正道門を。でも、それが結局法然さんのところに来ると、それをさらに押し詰めちゃって、もう閉じよう、上油みたいにバーンってやれって言ってるわけですよ。そうですね。うん。だそれはやっぱりいくらでも崖なんじゃない？